皆さんこんにちは。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は魚という漢字でした。人魚、鮮魚、魚卓、魚屋となりましたね。このようにマスの中に漢字を入れて4つの熟語を完成させてください。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は底という漢字でした。到底、地底、底位、底辺となりました。さあ頭も働いてきましたか。どんどん行きましょう。3問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は高という漢字でした。気候、動向、高血、苦弱となりましたよ。この漢字は子供の頭部の日よめきの部分を示し、引いて穴の意味を表す漢字ですよ。4問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は席という漢字です。着席、満席、席量、席次となりました。時間内に分かりましたか？この穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は金という漢字です。主金、頭金、金相、金着となりました。
この漢字は布が垂れ下がる形をかたどってできた漢字ですよ。6問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は劇という漢字です。空劇、感激、劇地、隙間となりましたね。7問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は類という漢字です。満類、本類、類心、類壁となりましたよ。この漢字は土と類とからなり、土を盛り重ねた砦の意味を表す漢字ですよ。8問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は極という漢字でした。南極、電極、極端、極秘となりました。9問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は桃という漢字です。扁桃、くるみ、通り、桃園となりました。最終問題です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は弱という漢字でした。老若、般若、若輩、若手となりました。この漢字は髪を振り乱し、両手を前に差し出した巫女の形をかたどってできた漢字ですよ。それでは追加でおまけ問題です。マスの中に入る漢字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。
この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。